さあ皆さん、発売まで残り数時間となりました。このタイミングで発売まで残り1日といったところで、新たな映像が公開となりました。それとは別に今回攻略もなんと2つ公式から出るので、そちらについて取り上げていきましょう。いや、残りわずかですね、本当に。皆さん準備できてますか？なんかさっきの動画でも言った記憶があるんだけどさ。けどもう本当に発売を待つだけか。で、割とマジでね、これ発売まで残り数時間だね、本当に。5時間か。5時間前に動画撮ってます。で、多分ですね、先ほど出た動画は、昨日ですね、撮っているので、厳密には、今日、撮った動画ではないので、そういった意味では、発売前日に動画撮ってるのは今回初めてですね。まあそういったところで、公式から何か続報があるのかなと思っていたんですが、特段ですね、今のところは、この映像のみ公開となりまして、これ以外の情報については、特にない感じですね。いやー、けど本当に残りわずかですよ。で、この映像がですね、一通り終われば、攻略本の話の方に移っていきたいと思っております。はい、新たな映像終了で、次はですね、こちらで2つ攻略本があるっていう話をしたんですが、まずはですね、こちらの攻略本高いね。1815円だったよ。高くない？まあ安いのか高いのか置いといて、こちらに関しては、V ジャンプが、編集している、そちらの攻略本となっておりまして、一昔前とかであればもうちょっとね安かった記憶があるんですが、例えば1200円とか1100円とか、まあそれぐらいがですね相場だったんですが、気づけば1815円。ゲーム自体も定価がね、なんと7600円と。で、マスターズ版に関してはね、もっと値段するからな。いやー、ちょっと儲ける気満々だな、スクエに。いや、まあ別にいいんだけどさ。まあそんなところで今回 V ジャンプが、編集しているといった、そういった次第となっておりますが、この攻略本に関しましては、なんとね、発売初日に出てくる攻略本。なので、需要がね、結構あると思うんですよ。そして、需要があるからこそ、なんとね、ついこの間まで予約がねパンパンになっていて、購入することが予約することができなかったんですよ。ただ先ほどね Amazon 見たら普通に在庫が復活しておりましたので、もし購入したいっていう方は、配送日がね確か12月2日から4日の間になっていたので、まあちょっとね時間が経ってしまいますが、まあ今だったらね予約できる、今だったら。なのでもし、興味ある方は、しかもブラックフライデー中だから、ポイントがね結構多めに還元されるはずなんですよ。ベースプラスブラックフライデーの、増額ポイントみたいな感じで、だから割とねお買い得に買えるので、で今のところ最安で買えるのがね、こちら Amazon かと思いますので、まあ、購入するんであれば Amazon かなといったところで、それとは別に、こちら、そう、これね、ちょっと高いんだけど、モック本といったところで、こちら一応最強データガイドブック、すべてね、込み込み入っている、そういった、完全版みたいな攻略本となっていて、まあそういった背景もあるので、発売してからですね、結構時間経ってから出る予定。具体的には1月17日。なので、年明けに出る予定の攻略本となっています。で、最強データと書かれている通り、公式枠めちゃくちゃね、力を入れて作ったそうなので、まあ、ファンからすると、まあ正直ね、こっちの方がね、まだ甘いと思うんですよ。中身甘いので、まあ、時間経ってもいいんであれば、これをね、購入するのをお勧めしますね。ただ一方で、発売から1ヶ月以上経ってるから、需要があるのかどうかっていったところが疑問で、まあ、クオリティであったりとか内容はね、間違いなくこっちの方が、良いと思うんですが、ただまあ、速さで言うと、こちらとなっているので、で、やっぱりさ、一番その、なんだ、いろいろ困ったりとか、詰まったりするのって、発売初日だと思っていて、そう考えると、そのタイミングで攻略も出てくれるっていうのはすごい嬉しいよね。
なんで、まあネットでね、注文するんであれば、どちらもですね、在庫が復活しておりましたので、ぜひね、ブラックフライデー中でもあるので、Amazon で、こちら、皆さん、発注しましょう。まあ、楽天とかでも全然いいと思うんだけどね。けど結局なんか Amazon が一番安いっすよね。安いっていうか、普通になんか本買ってもさ、還元されるから。しかもそれプラス、クレジットカードとかのポイントも還元されるから、二重取りできるので、だからやっぱりそのリアル店舗とか行ってもさ、結局なんかこういった形でポイント還元もないわけだから、まあやっぱり結局ね、こういった形でネットの方が今となってはお買い得ですよね。はい。まあそんな感じでございます。まあやっぱりそのブラックフライデー中なんでね、そう、還元がね、これついてるんで、これかなり大きいよな。ブラックフライデー、本のまとめ買いで最大 15% 還元。これかなり大きいと思うよ。なので、今回、まあ、2つともね、予約すればね、かなりポイントが還元されるし。で、それに加えて、あれでしょ？他にもなんか皆さん欲しい本があると思うんで、それとセットで買えばさらにね、還元されるので、個人的にはおすすめですね。はい。しかも最大 30% 還元、本のポイントキャンペーンもやってるからさ、これもかなり大きいよな。まあ、そんなところで、ブラックフライデー超お買い得なんで、まあ、他にもね、欲しいものがあれば、絶対に俺はね、このタイミングで買った方がいいと思うよ。すでにね、15万円分ぐらい買ってるわ。けど結局、お買い得プラス、ブラックフライデー中はセールで安くなってるから、ポイントプラス安くなるっていうの、いうこのセットがね、めちゃくちゃすごいんですよね。だからまあ消耗品とかね、絶対このタイミングで買った方がいいと思います。で、このブラックフライデーはね、明日までか、明日の多分夜中までだと思いますので、皆さん、今日か明日までに皆さん、皆さんって何回も言ってるな。ぜひね、予約してみてはどうでしょうか。はい、まあそんな感じでございます。いやけど攻略本がね、まさかそんなに予約がね、来ていると思わなかったわ。結構売れてるんですね。まあこれも作戦かもしれませんが、まあ売れてるように見せかけるみたいな、なんか売り切れって出ていたら、あ、みんな買ってるんだ、じゃあ俺も買おうかなってなるじゃん。なので公式の作戦の可能性もあるけど、どうなんでしょうか。ただね、発売日前日に在庫が復活していたから、なんか作戦を感じるよな。はい。まあそういったイメージでございますね。いやけど残り数時間よ、残り数時間。まあとりあえずね、この動画見てる方は今すぐ寝てください。仮眠取りましょう。で、仮眠取って12時直帰しに、プレイしましょう。どうなんだろうね。ダウンロード版でやる方が多いんだろうか。まあ、それとも、パッケージ版でやる方が多いんだろうか。ちょっとそこのところは気になりますが、ただね、コメント欄とか見てると、やっぱり、ダウンロード版、俺は12時直帰しにやるんだっていう方がね、ちょうど多いですね。うん。まあ、やっぱり、12時に、ね、プレイできるっていうのが、ダウンロード版の魅力ではあるので、ね。まあ、パッケージ版でも全然いいと思うけど、結局なんかダウンロード版の方が汎用性高いんですよね。はい、まあそんなところで一旦動画終わりましょうか。お疲れ様でした。